ヨームエーケはスウェーデンの陸上競技選手。1912年ストックホルムオリンピックの金メダリストである。エーケは1912年ストックホルムオリンピックの個人と団体のクロスカントリーに出場。個人クロスカントリーではフィンランドのハンネス・コーレ毎年、スウェーデンのヒャルマル・アンデションに次いで銅メダルを獲得した。さらに、 アンデションとヨセフ・テルンストレームとチームを組み挑んだクロスカントリー団体ではコーレマイネンラ競合が揃っていたフィンランドをおろし金メダルを獲得した。クロスカントリー団体競技は1912年のストックホルムオリンピックから1924年のパリオリンピックに至る3大会で実施された競技である。選手は国ごとにチームを組み、 クロスカントリー個人競技で上位になった3選手の順位を点数化してメダルを争った。スウェーデン代表チームは12人出場だった。アスレチックスアットザ1912ストックホルムサマー、ゲームズ、メンズクロス、カントリー、インディビジュアル2015年4月14日閲覧。アスレチックスアットザ1912ストックホルムサマー、ゲームズ、メンズクロス、カントリー、 チーム2015年4月14日閲覧。ありがとうございます。